豊島九段が入室されました。はい、8時45分豊島九段の入室となりました。8時49分に藤井名人の方が入室されました。はい、ということで8時50分に、はいはい、対局者揃われて駒箱を開けますね。9時までに行われる作業としては駒を並べて、はい、駒を並べて、はい、まあ、封じ手の局面までに何かこうその局面を作っていくっていう作業があります、うん、まあ、初形の図からですね。そうですね、少しいつもよりというか時間がかかりますね。そうですね、大体、うん、5分ぐらいはかかるような。うん、あ、もう封じて、はい、何でしょうね。何でしょう、立ち合いの先生も緊張しますね。はい、封じ手は7七桂です。桂馬でしたか。はい、三枚堂先生がおっしゃっていた予想の手になりますけれども、うん、では2日目よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで2日目が始まりましたね。はい、始まりましたね。まあ、結構考える気がしますここなんとなくですけど。なんとなく。あ、早かった。おお。お。あ、おお。跳ねましたよ。いやいや、すごい手ですね。すごい。現在が1時間半長考。え、すごくないですか。だって KKKK ですよ。ちょっともうリプレイしましょうか。リプレイしましょう。7五歩とふんわり。あ、9五角。はい。はい。はいはいはい、まあ、これも7四歩からの継続手というか、はい、はい、あ、5号行きましたね。はい、5号飛車、はい、こっち大丈夫ですからね。これを取って上がりますよ。4九歩じゃないですよ、はい、ね、はい、お、6四の、はい、え、村田さんごろ駒を渡さずに必勝かけてくださいというのがなんか妙にね、うん、いや駒渡していいなら簡単なんですけど、うんうん、残り6点です。まあ、渡さずに必勝かけようとするとなんか妙にね、あの、あ、まあでもまあ結局負けました。あ、はい、そうですね。これで、ここで投了されまして、藤井名人の投了95手で第82期名人戦7番勝負第4局は豊島将之九段が勝利し1勝3敗になりました。ご視聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの西澤愛香です。アベマならご覧の番組をフルで見放題。詳しくはここをクリック。